儲からん儲からん、まあ、そりゃそうよ、そう頑固としてて儲かるわけない。先ほども言った通り、一般的な農家さんはビジネスをやってませんので、お客様という思考がありません。とにかく自分の都合で種まいています。でバイヤーが、すいません山下さんと、大根をこういうタイミングでこのくらいの量で供給してくれませんかって言ったら、ダメです、そんなことはできませんって言って、お客様の都合に合わせる農業を否定し、自分の都合で作る。マーケット、マーケットっていうのはお金を下さるところですよね。だからこれで例えば先ほど、藤木社長と少しお話しさせていただいたら、個人の方対象にお米、全国の、九州一円、もっと全国のお客様にお米を届けることによって喜ばれる、ね、あ、こういう自然の、ね、地域から農家さんからダイレクトにお米を届けてほしいわっていう、そのどうすればいいのかな、困ったな、そんなことしてもらうと助かるなっていうようなビジネスを構築されていらっしゃる。ですからお客さんから喜ばれる。だから、3代続いて、ね、まあ、まさか社長の代で終わることはないでしょうけれども、僕も3代目なんですよ。ギリギリもう潰しかけましたけど3代目で、農家をこう、潰しかけて、あんまり大きなことは言えないんですけれども、とにかくビジネスを考えるときには誰かに喜んでもらう、この 1+1 は2みたいな誰もが知ってる方程式に、農業っていう2文字がついた瞬間に一気にこの方程式が分かんなくなるんですよ。どうやって美味しいものを作ればいいんですか、どうやって大量生産すればいいんですかっていうトンチンカンな発想が生まれる。やばいです、今の日本の農業は。ですから我々は農業ビジネスじゃなくて、農業ビジネスっていうふうにビジネスありきで農業を俯瞰的に見た瞬間に、なるほどと、そうやることでいろんなことがやれる、いろんなところの人たちを喜ばせて、いろんな人たちから、お金をいただくことができるんだなということが、徐々に分かっていただけると思います。さあマーケットの変化です、これはもう先ほど本当海先生の話とちょっと非常に被るんで、まあ、ざっくりいくんですけど、もともと我々農家は、ね、農協さんや卸売市場を介して 仲卸っていうのを通じて、こういうね、小売、百貨店、外食、病院などなどに卸していました。まあね、後ほどもう先にね、卸売法が変わったなんて話も先にされちゃったんで、これがどんどん変わっていくんですけど、私が、就農した、あの農業というのはですね、就職って言わないんです、就農って言うんですよ。就職の就に農業の農で就農と言います。ですから私は、地元の農業大学を卒業して、親元就農といって、私の父はスイカ農家でしたので、で長男だったので、まあ、有無を言わずに、学校卒業したら就農しました。それが平成元年です。今から31年前ですね。31年前に就農した時には、農家さんが作ったものは農協さんに出して、それが卸売市場を通じて仲買人が買って、それを問屋さんを通じて小売、百貨店、外食、中食に移るというのが、もうこれしかなかったんです。これしか。ところが、この売り先、この売り先が先ほどよりか、この、インターネットが始まったり、直売所が始まったり、輸出なんていうのが始まったり、とにかく売り先、卸先がどんどん、こっちがまず多様化したんです。こっちがとにかく多様化したんです、30年間で、はい、でそしてさらに今度は農家さんの中でもダイレクトでこう取引する人が、ね、直売所に出す人、インターネットで売る人、直接、まあさすがにスーパーマーケットに直接はないけど、まあ業者さんにこう卸したりとか、こういう人たちもどんどんこう増えてきてる、まあ、これが現状です。ところがですね、我々はついつい農業ビジネスを考えるときに、先ほどの海先生の言葉を借りれば、川上川下という表現があるんですけど、もし我々農家を川上としたときに、この川上の子ばっかり物事を考えるんですよね。でも先ほど海先生おっしゃった通り、この川下の方からちょっと考えてみましょう。どういうことかというと、マーケット側から直接取引を求められている。つまり農家さんが儲からん儲からんと言うけど、おかしな話なんですよ。あたかも農家さんが困ってるような話ばっかり聞こえるんですけど、本当に困ってるのは農家じゃないとです。私はもう農家だから、そんなに農家は困ってません、うん、
農家は困ったふりをしてるだけです。いや、本当に困ってる農家さんいますよ。でも本当に困ってる農家さんも農家辞めます。本当に困ってるのはですね、農家じゃなくて農家さんの材料を当てにして、それで次のご商売をされている方々の方がよっぽど困ってるんです。まあ後でも出てくるんですけれども、今もこう、この前ここ大変だったですよね。さっき藤木社長からも聞きましたけど、もうめちゃくちゃ雨降って豪雨ですよ。もう大変な被害を遭われたってさっきお話をお伺いしたんですけども、まあ、そしたらもう大変ですよ。生活が大変、もうインフラが整わない、まあ復旧作業大変だけど、もっと大変なのが農家さんなんて、僕の知り合いも足北でかぼちゃ作ってるやつがいるんだけど、もう全部水浸しですよ。で、水浸しでかぼちゃ全部プカプカ浮いてるわけでしょ。でもそれが1年間の売り上げになる。だからかぼちゃがなくなったならば、俺の売り上げ1年分もうそれこそ水に流されてしまう。とんでもない話。ただまあ百歩譲って、その農家さんにはじゃあ支援が来たとしましょう。ところがその農家さんからかぼちゃを仕入れて売って生計を立ててるところもあるわけですよ。そこはもうそもそもかぼちゃがなくなったわけだからもっと大変なんです。でもそれはあんまりクローズアップされません。今回のコロナね、輸入業者さんから仕入れて売るって言ってた人たちは輸入が来なくなるわけでしょ。昨年2019年関東に台風15号19号で千葉、茨城、埼玉、神奈川、栃木、群馬、などなど関東の農業圏全6県が台風でやられた。もう生産物ガタ落ちですよ。でその時に農家も困りましたけど、もっと困ったのは仲買人ですよ。とにかく仲買人ってめっちゃ大変なんですよね。これまあ明日の話にも出てくるんですけども、今それこそスマート農業だなんだかんだって IT、IoT だの AI だのなんだかんだ言ってるけど、今何が進んでるかってビッグデータがめっちゃ進んでるんです。このビッグデータは何かというと、今日は11月の12日に東京の、例えばイトーヨーカ堂で、に売られている大根ね、この大根はこの11月の12日朝9時オープンしてから夜の午前中に大根が1日1店舗あたり800本売れるってもうデータが残ってるんです。もう何年でデータを作ってきてる。で昼の時間には200本売れて、午後には300本売れて、夕方には1200本売れて、1日で1店舗あたり200本1本あたり150円で売れるってもうデータがバチッてあるわけ、あるんです。でそういう中でお店はどうするかというと、損したくないから、ここで言うとここの仲買人さんに、うちは11月の12日には大根が2000本いるから仕入れてきてねって、小売りは仲買人に発注するわけですよね。でうちは150円で売るから、うちの入り値は120円にしなさいって決まってますよね。じゃあその仲買人は市場に行って仕入れるわけですよ。いわゆる競りね、まあ、先ほど、ほとんどの競りの 80% は夜やられてるって、いわゆる相対取引やってるんだけど、とにかく市場に行って2000本の大根を120円以下で仕入れないとその人はもう成り立たないんですよ、ビジネスとして。でも市場って競りっていう、いわゆる卸売市場って何かというと、分かりやすい言葉で言うとオークション会場です。いわゆるヤフーオークションと一緒です。欲しい欲しい欲しいっていう人がいれば値段が上がる、いらないいらないいらないってなれば値段は下がる。この競りによって値段が決まるこの仕組みによって、仲買人はこっちのビッグデータをもとに1日200本2000本売れるっていう大根が、本当にお前ちゃんと持ってこいよって言って競りに来るけど、だんだん設定値に80円、88円、90円、92円とどん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 上がっていく。うちは100円で仕入れないと120円で納品しなきゃいけないのになどと、一番困ってるのはとにかく仲買人なんです。いわゆる青果業者さんがとにかく困ってる。その青果業者さんは農家さんに、すいませんと、うちはちょっとイトーヨーカ堂と商売やってるんですけれども、11月の20日には2000本、11月の13日には1800本、11月の14日には1200本っていうふうに、ちょっと契約で120円でやり取りしませんかって打診してきてるんですよね。
で、あ、いいですよって言えば商談成立、いわゆるビジネス成立で、そうすることによってスッとこう流れていくはずなのに、先ほども言った通り一般的な農家さんはビジネスをやってませんので、お客様という思考がありません。とにかく自分の都合で種まいています。で、バイヤーがすいません、山下さんと大根をこういうタイミングでこのくらいの量で供給してくれませんかって言ったら、ダメです、そんなことはできませんって言って、お客様の都合に合わせる農業を否定し、自分の都合で作る。結果として自分の都合で種をまく、お天道、天道様がさんさんと降り注いでいいものができる、やった、いいものができたなんつって、いいものができたのはあなただけじゃありませんよ、隣の農家さんも、隣の農家さんも、よその県の農家さんもいいものができてるんで、大量に大根ができて、もうニコニコしながら大根をトラック1台市場に持って行って競りにかけられて1本5円儲からん儲からん、まあ、そりゃそうよ、そう頑固として儲かるわけない。だってそこにどこに儲かる根拠があるのよ。こっちのマーケットがあって、それに合わせて供給するから、喜ばれるから儲かるのに、何好き勝手なことして儲かろうとしてるの。これが今の農業の現状なんです。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために、農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。